おお。パーコ先生と学ぶ。パーコ先生と学ぶ始まるよ。始まるよ。はい、パーコ先生こんにちは。こんにちは。緊急事態宣言が出てしまったので、今回は、リモートでパーコ先生に参加してもらいたいと思います。お願いします。いきなりですが、パーコ先生、ご報告があるんですよね。そうなんですよ。実は、これから月に2回、動画の撮影編集をすることになりまして、今回が第1回目です。おー、今まで、動画の編集作業などはやったことないということで、意外と上手にできてるじゃないですか。ありがとうございます。これからも頑張ってくださいね。はい、引き続き、綺麗な海が続いているようなのですが、これからの季節、葉山の見どころなんていうのはありますか？あります、あります。1月といえばやっぱり茶殻の求愛産卵抱卵ですね。葉山ならではですね。はい、茶殻は上皇様が、研究されていたことでも有名ですね。そうなんですか。綺麗な体色をしていますね。普段はもうちょっと地味な色してるんですけどね、この時期に産卵の時期になると本当に美しくなります。もう葉山で見れてるんですかね？まだ見れてないんですよ。そろそろだと思うんですけど。楽しみですね。楽しみです。パコ先生ちょっといいですか？はい。これってやっぱ一人でやるの大変ですね。大変ですよね。私も思ってました。はい、まあ、家のパソコンで作ってるのでね、はい、仕方ないんですけれども。そうですね、まあ、声を入れてくれる相方の人がね、言ってくれたらいいですけどね。そうですね、2週間後にまた動画を作るので、それまでにまた考えておきたいと思います。ありがとうございます。あ、大変です。そろそろ終わりの時間が迫ってきてしまいました。もうそんな時間ですか？では最後に一言をよろしくお願いいたします。はい、やっぱり一人二役は大変です。ありがとうございます。